RMCA チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。はい、えー。本日もリスクマネージメントジャーナル、石川副理事長とともに進めてまいりたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。相馬さん、自己紹介してないよ。うん、あ、事務局長の相馬です。はい。見慣れてると思うので。はい、いやいやいや、なんか今日なんかちょっとトーンは低いけどあ。本当ですかあ<れ>取ってる時間かなか取ってる時間が。<laughs> やばい時間なので。<laughs> そうです。ちょっとテンション視界 <laughs> なのでテンション上げてください。わかりました。<laughs> ということで、チャンネルを始めていきたいと思いますが、今日のテーマ、なんでしょうか統一教会、もう、旧も入れなくていいんじゃないのって思うぐらい、旧統一教会ですね。旧、うん、統一教会。ね、世界今、んて言うんでしたっけ家庭連合で。ああ、そう、世界連合。 平和なんとかすごい長いから、いちいち言ってられないから、もうみんな旧統一教会で、もう最近では旧も,もいらないんじゃないのかなみたいなね。ただ、ちょっといろんな問題ていうか、いろんな見方というか、あると思うんですが、まあ、えっと今日はどういう観点でやるんですか今日は彼らの情報発信ですね、あの今回の銃撃、安倍総理の元総理の銃撃事件が起きてからの。 まあ、彼らの情報発信に関して、ね、組織としての情報の発信のに関して、はいまあ、私の専門は候補なので、クライシスコミュニケーション、まあ、危機時における情報発信について、まあ、彼らはどうなのかと、私は問題だらけだなとは思ってはいるので、うん、そことから教訓を学ぶというかね、ね教訓を得るということの視点でやりたいとは思っていますけど、このテーマやるのに、ちょっとふふ苦しかったので。 まあね、なかなか難しいですよね。そうね。うんうん、まあ私これ、これを問題どれ、いろいろやろうって言って、でもう相馬さんはもう統一教会あのだなって言ったじゃない、うん、もう一択だよとかって。まあ世の中のね、世の中の今、騒ぎ方からすれば、テーマとしてはこれ一択だろうと。まあそういうことですよね。うんうん 取り上げ方が難しいとうん。うんうん、そう、難しいから、うん、もう、今日は私の専門分野に限って、うん、それがいいと思います。はい。はい、ちょっと私の苦しんだ過程を皆さんと共有したいと思います。はい、お願いします。はいではと、ちょっと皆さんに共有したいのは、この彼らの世界平和統一家庭連合ですね。まあ彼ら に関して言うと、まあ、報道がたくさんされているから、まあ、私も、まあ、ややや,やこう魔女狩り的になっちゃってるかなということで、同情はしてたんですけれど、でも、こういう問題が起こったときって、ね、まあ報道だけじゃなくて、まず当事者である彼らの情報をしっかり見るっていうのが基本だと思うんですよ。うん、だから私としては、まず まあ報道されてる内容と彼らが主張する内容がどうなのかということを比較する意味においても、彼らのサイトに行きました、うんまあ、一時情報ですからね。そうです、そうですそ,そこが大事。で、行ったところ、まあなんていうのい、トップページになくてあ、これちょっと最初見ると、うんだな、分かりにくいんですよね、そもそもね。トップページに行と、こんな感じで、平和なんですけど。あ<ー> <laughs> で、通常、ニュースリリースって一番上に、な、なきゃいけないんですよ。わかりやすいところにね。そうそう。特に、注目を浴びてる時っていうのは、一番上にどこかしら入り口を作っておくべきなんですけど、ななくて、え、ない、ないじゃないじゃんって言って、こう一生懸命探して、ないなぁなんて思ってたら、一番下にあったっていうね。ああ、スクロールしないと出てこないんだ。そうそうそう。なるほど。っていうのが、もう、 まあここから私の苦労が始まるわけで、うん、これはまあ一般企業でも同じことですよね、もちろん、ね、そうですね。うん、一般企業の場合は必ず、まあ、話題になってたら、一番上持ってきますよ。うん、でそれがないで。まず誤解をして、あれないじゃん。公式情報ないなと思って、一生懸命探して、下にありました。で下にあったので、はい、よしよし、あったなと。はい、ようやくあったからといってクリックしますよね。うん、でこれやっぱりこう見るわけですよ。どんな情報を発信してるのかと。うん うん、いうことで見て、一つ一つ、もちろん見ていきましたで。今日はこれ一つ一つ見ていくわけにいかないのですが、はい、はい、あこの、まあ、プレスリースに、ね、一番最初、7月17日から始まっていて、これが違和感というか、彼らは7月11日に最初の記者会見やってるのになと。うん、なのに7月17日からなんですよ。6日後。うん、そうそう、うんで。そして、 えっと、調べていくと、えー、これ全部で18本あるんですけど、はい、そして、えーっと、最後が10月20日ですよね。えー、調べていくと、記者会見、合計6回やってたんですけど、6回もやってたんですけど、分かんなかった、それが。これ見ても全然。うん、だから、何回やったのかがまず分からないし、で、その、うん 会見するときって必ずスピーチ原稿を用意するんですよ。はい、スピーチ原稿を用意するし、まあ、プレスリリースを用意したり、うん、プレスリリースという形のものを用意したり、スピーチ原稿は必ず用意しますから、はいうん、当然それが載ってなきゃいけないんだけど、載ってない。うんうん、唯一載っていたのが、これだけ。外国特派員協会での記者会見、<お>会見日英対約、うん、これしかないんですよ。 <で>うん、いわゆる公式見解といわれている文章がこれしかないんですね。これしかない。ということで、まあ、6回やってるんだけども、一番最初のほうが一番有名だ有名っていうか、報道されたと思うけど、一番最初の,リリーあの記者会見のあれはで11日11日んですか ?19 月11日。なくて、<ー>なくて7月17日からなんですよ。 でしかもこれはメディア語に対する声明文でこれなんだろうって。で、これがまた分かりにくいんですよ。で、声明文ってなっていない一体何の声明文だろうって、えー、っとね、5つぐらいポイントがあるんだけど、はいね、で安倍元総理に哀悼して、うん、そしてそれから、えー、っと山上家庭に関しての、まあ、あの、 えとまあ、非常に同情な気持ちというかね、同情、同情、うん。非常に愛ンの気持ちを持ってるとかいう話をした上で、うん、えっと、それで3番目には、のまあ、報道に対する、まあ、抗議ですよ、3,、はい、3番目はね。うん、で、4番目に、ね、その7月11日に、 2009年以降のトラブルはないって彼、言い切ってしまったんですけど、田中会長が。はい、それは意味が違うんだった、うんうん。この説明もよく分からなくて、要するにそれはないって言ったんだけども、トラブルがゼロになったっていう意味ではないんですよと。うん、えそうなのって。<laughs> なるほど。この説明が分からない。非常分からないです。うん、ゼロと言ったのは、 コンプライアンス遵守の結果が大きく現れたということであってトラブルがゼロになったという意味ではないってあの全然これ意味わかんないなって。ゼロはゼロでしかないんじゃないの <laughs> そう、そう <laughs> ないって言ったらゼロってことでしょって。わかるこれ。わかんないですね。意味わかんないでしょ普通だったらトラブルゼロって言ったのは例えば報告がちゃんと上がってなかったとか、うん、ねいうことだったらまだわかるけど、でも弁護士に聞けばわかるわけで。うんうん まあ、数字を言った限りは何がゼロなのか何が100なのかっていうこの対象がなければいけないわけだよね。うん、何がゼロになったのか、うん、何が減ったのか増えたのかっていう。こ、うん、れがまあよくあねこれはねでしかもこのい、えー、5つポイントがあってあで5番目はあの変更報道に対するクレームなんですけど、うん、の5つポイントがあるからこの 今回、この7月17日の重要なポイントは、7月11日の記者会見に関して、重大なミスリード、まあ、彼らの言うこと、言葉で言うと、あの誤解を招いしてしまったんだったら、まずそれを謝るべきじゃないですか、それを。うん、それに絞って、うん、<laughs> それに絞ってね。たくさんありすぎってことね、とりあえず。だから、ごちゃごちゃになってて、抗議とお詫びが一緒になってるから、うん、全然伝わらないんですよ。お詫びしてるの、抗議してるのって。わからない。 うん、でこういう場合は、お詫びはお詫び、うん、4月11日のもちろん会見、会見の内容が分かんないから、また探さなくちゃいけないんだけど、まあ、会見の内容に関して、お詫びならお詫びだけ載せて、うん、で、講義は講義に分ければいいんだけど、うん、常に彼らってこう常に混在してて、本当分からない,い、意味不明。<laughs> という いうところからだ、もうそれが毎回、毎回なので、だんだん私もイライラしてくるっていうね、事務局。これはリリースの出し方の技術的な問題ですかね、そうするとね。技術的な問題でももちろん内容の、うん、あの書き方もそうですよ。うんうん、要するに、いかにも情報を盛り込んじゃって、あの曖昧にしてる、うんそれ。彼らが意図的にやってるのか、知識がなくてやってるのかはわからないですよ。うん、でもこれじゃ わかんないでしょうあの伝わらないだ,だろうな。もちろんそういうふうに思います。まあでも長年やってる団体ですからね。そういう意味ではメディア対応って慣れ,慣れてるというか、やってるんじゃないかと思いますけどね。うん、まあ代替わりしてて、仲が変わってるのかもしれませんけども。はい、よくないですよね。ねよくですね。わからない、ね。わ、ね、かりづらいで、ね、からない説明がわからないです。わ、うん、からない説明をしてるから、うん、だんだんもう報道も加熱していってしまうんだろうなと思います。 で、唯一、この外国と会員協会の会見の,の中身ですけれどあこれは、これは動画もあって、うん、えっと会見文。まあ、唯一このページ、このリリースの中で唯一見,見られる公式見解の文章としてはこれしかないんですよ。まあ、もちろん、他で会見いっぱいやってますけど、うん、会見全部見るの大変で <laughs>、私ももう何,何時間も見て、結構疲れちゃったんですけど。ね まあやっぱり多くの方は会見なんか全部見られないから、うん、やっぱり公式見解を文書として掲載するのは重要なんですけれど、うん、これは国徒会員協会の文書ですね。まあ、この文書も、うん、うんねまあお詫びしてるんだけど。こう、なんか、センテンスごとにやってるんですね、これね。えっと、 外国人、外国特派員協会だから、翻訳がいちいち入るんです。この、なんていうんですか、日本語書いて、英語書いて、日本語書いて、英語書いて,書いて、ねそういう記載になってる。ううん、これはこれでいい。と思はこれでいいんです別にこれはあの趣旨が分かればいいので、まあ、全部日本語やって、その後英語でもいいし。これは多分、外国特派員協会で。 いちいち翻訳されたのをこうやって載せたっていうことじゃないかなと思います。公演協会ではスピーチして、日本語で言って、英語に翻訳っていうことをずっと繰り返していくので。唯一これだけだってことですね。あそう、唯一これだけで。会見のテキストは。そうそうです。公式見解と呼ばれる、はい、見えるものが。そこも伝わらない。でしかも、この中身なんですけど、この中身も。うんうん うんっていうね、まず、まあ、社会の皆様に様々にお騒がせしていることに深くお詫び申し上げますっていうなんて。お騒がせしていることに深くお詫び申し上げます。なので、この <laughs> 騒がせていることを謝ってるっていうね、まあ、よありがちというか、まあ、ちょっとずれちゃってるというかで、このお詫びって彼ら何回もやってるんだけど、うん、9月22日のお詫びは国、うんうん、日本国政府と政治家にお詫びしてたりするので、 うんうん、あの、本来、彼らが向き合わなきゃいけないのって、2世だと思うんですよね、今回、山上容疑者の話からするとですよ、はい、2>, まその2世に対する気持ちを、あのどうかなまあ、悩んで苦しんでる人たちって2世だと思うので、まあ、そういった人たちに対するメッセージがないないっていうのが。うん 私は非常に最大のの問題だろうと思いますねね、うんうん、どこ見ててかなって、ねまあ、な内部でど,どういう方向性で今回の件に向き合おうみたいなこういうことがうまくうまとまりきれてないのかの感じもしますけどねいろんなこう一方向でこういうふうに対応しようということを組織内できちっとまとまりきれてないようななんかね 対,対処療法何か来たらメディアに反論書く何か言われたら反論するっていう、うん、なんかそういう対処療法的なね、うん、感じはしますね全体的にねうん、うん、でどっちかっていうと被害者意識の方が多くて、うん、本当に一番 苦しんでる人に目が行ってないであの広報的なクラスコミュニケーションの観点から言うと、何か起こったときって、一番の被害者は誰ってそこを考えるんですよ。うん、ステークホルダー、ざっと洗い出しをして、うん、いろんな関係者がいる、もちろん迷惑かけたりいしてる人もいるだろうし、うん、全部洗い出した上で、今回の問題の一番の一番ケアしなくちゃいけない人は誰っていうふうにちゃんと決めるんですよ。で、その人たちにち対してしっかりメッセージを出していく。 一番苦しい思いをしている人に対してメッセージを出していかなくちゃいけないんだけども、彼らにはそれがない。だから一番の被害者に対するメッセージがないんですよ。まあここにも,でも書いてあるけど、ここその彼らとしては、その今回の件は我々が永遠になったものではないっていうことを思っている。 感じですよね、うん、要するに自分たちのせいではもともとないのにそういう報道がなされているっていうのがその彼らの認識の根底にあるような書き方になってるからつまり、うん、ひもうおっしゃる通り被害者なんだと、うん、それは山上容疑者の件に関してもほら確定しない情報から昨今の過剰なメディア報道にって言ってるってことは、うんうん、それは違うんだっていうことを言ってるわけじゃないですか。うん だから、ね、加害者ではないということだから、うん、今、石川さんが言ったような、被害者と加害者のこうポジショニングも多分彼らの中ではな,ないはずですよね。あな,いないですよね。認識がまずそういうものだっていうところから始まってるから、うん、当然、なんていうんですか。うん、こなんか、でもまあ、一応、体裁としては社会をいろいろ騒がせてるからごめんねっていう、なんかそ、うん、そういう感じなだけですよね。うん そう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 、うん。だから分かりづらいし、彼らの認識の中でも、誤ってる認識はないのかもしれないですね。うん。うん、そう。誤ってるんですね。お詫び申し上げるから、まあ、お詫びするならお詫びする、しないんだったらしないで、まあ、それだったらもっと分かりやすいかもしれないですね。それはそれでね。うん、うん。それで、まあ、あと原因に向き合ってないっていうか <laughs>、その、あの、まあ、確定はしてないんだけれども、ね、彼らが言うように、 ねまあ、彼ら自身がこの犯行に直接関わったわけじゃないからね、確かに。そ,うそうただ、だ2世が苦しんでるっていうことに対しては心を痛めてるって言ってるわけだから、そこの人たちに対するメッセージはあってしかるべきなんだけど、まあ、それがないっていうことですよね。じゃあそう、どうしてそうなっちゃったのかっていう、まあ、原因に対する、まあ、アプローチもない。 わけで,で,でさっき相馬さんが言ったようにこう対症療法的に、まあ、責められてるところについて毎回反論するだけで、うん、じゃあどうして根本的にどうして苦しむことになっちゃったのかとか彼らが家庭をケアしなかったっていうことになるだろうし、まあ、その根本的な自分たちのまあ反省点というかなどこ,どこで謝っちゃったのか、まあ、過去において、まあ、2009年に 変えたってことはそこに反省があったから変えたんだろうけれどもはい、はい、そこに対するええ、まあ、説明もただ単にガイドライン作,作りましたよっていうだけであって、うん、じゃあ何でそうなったのかとか、うん、どういうふうに苦しみに寄り添ったのかってその苦しみへの寄り添い方が全然アプローチされてないので,、うん、で,で常にこう反論の方が目立っちゃうわけですよ。うん で自分たちは被害あって脅迫されてるんだというようなことを、ね、まあ毎回言うもんだから、まあ、別に、ね、言っちゃいけないってわけじゃないんだけども、うん、大事な寄り添いの気持ちが抜けちゃってるところに、まあ、自分たちは被害を受けてると、うん、まあ返金が。 返金体制という声がいっぱい上がってるのはメディアのせいだみたいなことで言ってしまってるわけですよね、うん、あのここもね、えー、だからそのさっき言ったようにその、まずこれの今回の,その出来事の自分たちの認識がこう加害者ではなくて被害者のであるというところからスタートしてて、おそらく今もそうなんだろうから、当然、プレスリリースにしても。 社会へのアプローチにしても、そっちの方面のことが強く感じられるものになりますよね。うん、うん、だから、うん、加害者としての問題っていうのは、うん、あんまりこう、出てきてないですよね。ううん、うん、うん、でも彼らはね、100%悪いかどうかはそれは分からないですけれども、うん、まあ少なくても宗教団体なんだから、苦しんでる人がいる。 救いの道をあ示すのが宗教団体なわけで、であれば、苦しみに対する一番しわ寄せを食っちゃってる人たちに対する、まあ、温かい気持ちだとか、まあ、周りの気持ちだとか、まあ、自分たちがちゃんとできてなかったことに対する責任表明であったり、じゃあそういう人たちに対して、まあ、しっかりと声を上げてほしいということで、もう救済措置を取るといったことが、うん あ大事だと思うんだけど、彼らがやってるのは改革ですからね、うん、教会改革だから、うん、この寄り添いの気持ちが抜けたまま、まあ、自分たちはこう変わるんですよという、の過去に対する説明がないまま、未来を一生懸命語ってるわけですよ。こう変わりますから。うん、こう変わりますから。いや、でもそうじゃなくて、過去をしっかり反省しないと未来はないわけで、 過去の自分たちがやってきてしまったこと、でそれによって苦しんでいる人がいることに対して、うん、どこにどうしてそうなっちゃったのかということに対する心からの、まあ、原因アプローチの説明がない限り、まあ、その未来展望は開けないわけで、でうん、今回の質問権も結局、過去の22件に関しての説明を求めるわけですよ。うん、で、彼らは説明してないから。 してないんです、ね、でし、プレスリースでも全然出てこないし、今回の会見、彼らの説明、全然出てこない。そもそも会見6回の会見のプレスリースも出てないし、これ1個だけだし、過去に対して説明してない。なるほど。 っていうのが一番の問題じゃないかなというふうに思っていて、うん、私も今回、改めて調べてみて、本当に最初はちょっと同情してたんだけど、だんだん腹が立ってきちゃって、<laughs> 本当にマスメディアが腹、まあ、よ変更報道と言われているけれども、致し方ないな、今回は致し方ないなというふうに思いました。なるほどねね結、うん、結果として、ね、結論とししてて論 どううなんでしょうその広報とかリリースの,その部署は当然ねある,あるのかなないのかないや広報担当はいるんじゃないですかんで外国人記者クラブで、えー、外国人記者クラブでもあのあのあ1時間しかない中会田中会長45分もしゃべったんですよ。す本当は30分なのに <laughs> な3回、ね、いやそろ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 って言ってるのに。 振り切って、いや、もう最後まで読ませてくださいって言っても、ひたすら読み続けるっていうね。<ー>ひたすら。ということはあ、この人たちやっぱりルール守んないんだもう自分で知っゃることね。見えて印象悪いですよ。うん、だから、記者たちもあの、もう、気分悪いわけですよ。それで15分しか。 いなくて、まあ、分もうちょっと伸びたかな。で、最後まで質問に答えるとかと思ったら、田中会長さっさといなくなっちゃうし。じゃあ、あとは。それないでしょって <laughs>、ま。だから、記者会見の運営そのものに関しても悪い例になっちゃってますよね。いつも言ってるようなね。悪い例になっちゃって。誠実に回答するしてきたって書,書いてるんだけど、うん、いや、してないでしょって <laughs>、うん。 ルルール守ってないしだ,だからメディアの方も憶測記事が多くなっちゃうってことそうだ,だからすぐ悪くなって、うん、あこの人たちやっぱりルール一脱として自分たちの言いたいことしか言わないんだっていうふうに思いますよ。うんうんなるほどね。この一連の半年間のトータルのこう組織としての情報の発信の仕方がやっぱりかなり稚拙だという,うまあちょっとねその、うん 宗教法人としてのうんたらかんたらを置いといとたとしても、その一般企業に照らし合わせてみても、やっぱこういう出し方っていうのは、非常に誤解を招くという例だってことですね。そうです。きれいにまとめると。うん、<laughs> そうだから、記者会見やってもやっても、全然収束しないってことですよ。ちょっとね、違う方向に発生しちゃってますけどもね。 まあ、それでもね。うーん。だから。で、プレスリース出してるんだけど、これも一番最後の本当わからなくて、この、ハッサーさん、インタビューアップってね。で、これも、え、なんでこの人のインタビューいきなりアップされるのって、わかんないじゃない。で、えっと、で、20日に記者会見あったのか、放映したインタビュー映像ですと。いうことで。うーん。 まあだから説明がね、この人はそもそも誰でみたいなことが書いてないから、うん、何の動画みたいなのはわかんないですもんね。20日の記者会見の内容が書いてないから、うん分かんない。そうですね。何のに対する動画なのかっていうのがわからないですね。まああとこれ言っちゃうとね、まああの、まあ、夫婦の問題ではあるんだけど、<laughs> うん この、まあ、編集されたインタビュー動画、ねはいまあ、もしやるんだったら、ちゃんとあの、まあ、一社にインタビューさせるとかね、まあ、記者会見に出るのはこの女性は嫌だと思うから、うん、うんまた違うやり方、報道に対してはやっぱり報道でやるっていうね、私が。新党っていうかこの、この入会されてる方なんですか、この橋田さんって方。 とまあ、あの被害者だということで、息子さんが自殺をしたんですよね、自殺をして、田んぼも売ってしまったということで、うん、教会を不要に恨んでる、うん、で奥様はまだ教会所属していて、うんも、この橋田達夫さんがメディアに出て、被害を訴えていることに対して、教会として、奥様に、うん、奥様はこう言ってますよということで、うん、反論なんですよ。 これはで、奥さんとしては、息子が息子昔から死ぬ死ぬって言ってたんですよとかね。まあ、それもどうかと思いますけども、田んぼを売った方がいいって言ったのはうちの息子なんですとかね。まあ、そういう話で。なるほどね。被害者としてってことね。それに対する反論なわけですね。反論なんですけどね。ということです。ということで、結構疲れましたよ。 うん、もう疲れ果てました、<laughs> この統一教会問題はね。でもやっぱり彼らの発信は良くないっていうのは私の結論ね。分かりにくいし、うんうん。分かりにくさが一番かな。分かりにくさと原因アプローチしてない、原因についてある、みんなが知りたいのは過去の話だから、うん、過去の話を知りたいのに未来の話ばっかりするっていうところが、やっぱりそこずれちゃってるかなと思います。まあ基本的に過去の話はしたくないんでしょうね。 だから出さないんでしょうし今回はさっき言ったように自分たちはむしろ被害者だという感じの意識の方がねテキストを読む感じで言えばですよそういうその基本的な問題のコアの部分のポジショニング最初のポジショニングをそこに置いてあるから全てがそういう発信の仕方になると認識がそこから始まってるからっていうことを。 なのでまあ当然ずれますよね、うん、そう、報道被害者だ報道の被害を受けてるのは自分たちだということが一貫して、うん、そうでも問,問われてるのは今じゃなくて過去だから、うん、だから論点が全くずれちゃってるんですよそうですねいうそうみんなが聞きたいのは過去の話なのにそこを説明しないで被害を受けてると言ってるところがそもそもずれてるうん。うんうん いうことですよねその辺、だから、通常の企業もこういう問題が起こった時のあのー、メディア対応というか、世間との向き合い方っていうのを少し、やっぱり、うん、どこを問われてるのかとか、うん、何を今回中心に発信をしなきゃいけないのかとか、そういうところはこうきちっとこう社内でこうポジショニングをしてからやらないと、こういう今回みたいに何か起こるとそれに、 対処療法みたいなことをしていくっていう方法しかなくなっちゃうということになりますよね。うん、そうすると、組織内のこ内部の人たちに対するその内部アピールとしても、非常にこう混乱をきたしますよね。あんまりよくない例だっていうことですね。一応、今回聞いてみてどうでしたかあ相馬さんが持ってた話と、はい、今回の発信の仕方を聞いて。 いやあのあんまり、そのあんまりこのこれ自体に興味がなかったので、その追っかけてはいなかったんですけど、うんうん、ただまあ、うんまあ、大学の頃から原理研究会っていうのはあって、うん、まあそういう意味では知ってはいたと、それからまあ、この団体はね、うん、あのなんですか、あの合同結婚式の、今でもやってんだと思って、<laughs> あれですけど、そのな20年ぐらい前、30年ぐらい前忘れたけど、うん、芸能人が出てきたりということで、一回わーっと盛り上がりましたよね。 でその時のイメージがすごく強くて、うん、逆に言うと、まだやってんだみたいな感じだったので、うん、ああの相当こう、ツボのこととかで揉めて、あのかなり弱ってる感じにはなってたんだろうなっていうことで、うん、あとずっともうな、あんまりこう、世間出てこなかったですよね。もうこの10年、うん、15年はね。だから、ほとんど忘れてたみたいな感じだけど。ね、存在を忘れてたっていうのはね。そう,そうそう。今回だから、いきなりぼーんと出てきたということで、うんうん 言えば、信、まあ、徒さんというか、その方々の中ではいろいろくすぶっていて、まあ、被害者の会もまだ動いていてというようなことっていうのが、うん、まあメディアに出てこない状況の中で動いてたっていうことはあるんだなということと、まあ、今回いろんな、やっぱ宗教の信教の自由という問題とか、こうちょっとアプローチがいろいろと、あと政治との関係とか、うん、あのちょっといろんなことが出てきちゃってるので。 なかなか扱うの難しいなっていうふうに思って見ていたんですけど、まあ、ジャーナルとしてはね、今日みたいなアプローチの仕方が一番いいかなとは思いますので。うん,うーんちょ。ちょっとやっぱり難しいかな。うん、そうど、どこをどういうふうにアプローチするのかによってね、いろんな見方があるし、うんあの、政治家との関わりもね、まあ、いろんな言い方あの考え方があるから、うん そこに触れることは、まあ、どうかなとは思いますのでね。まだ一定のルール作りは必要かもしれないですね。ロビー活動っていうのは。日本はほら、ロビー活動もちゃんと登録制になってないし、クリアじゃない。うん、まあ不透明な中で進行しちゃうっていうのは、まあ、そこはいろんな問題はあるので、まあ、改善、これによって出てきた問題を改善していけば、社会全体で改善していく必要はあると思うし、まあ、やっぱり2世が苦しんでるのは、まあ、あの事実としてあるので、 そういったところをどうやって救済していくのかっていうのは社会全体として考える必要はあるんだろうと思いますけどね。うん、まあその、うん、この団体だけではないと思いますよね。同じような問題っていうのを、うん、まあいわゆる戦後の新興宗教といわれるところは同じ問題を抱えてるはずですからそういう意味ではこれを契機に、まあ、ちょっと、まあ、今回の,その政府が出そうとしてる法案野党か法案っていうのはどうかなって僕は思うけど、うんうん、ただまあ 問題が出てきたということを含めて、まあ、考えるきっかけにはするべきでしょうね。その代替わりの問題も出てきてるから、う全体として見ればですね、はい、まあちょっと今回の趣旨とは違うので、あれですが、うん、そういう問題もいろいろ抱えてる気がしますね。うん、そうですね今回は一点突破で、彼らの情報発信ということで、大切にしでましたけど。 いいのかなと思いますよね。うん、はい、皆さんの参考になればと思います。うん、そうですね。わかりました。ちょ,ちょっとえっ、ー、と今回は問いつまあまだこれから続くんかなよくわからないけどっ,ちゃってるか、ね、質問券の、うんうん、質問権の回答が12月9日だと思うので。なるほど。うん、で、そうまあ質問券はまあ過去についての質問に対して彼らどう説明するかですから、そこは注目されると思いますよ。うん、なるほどね。 わかりました。ちょっと今日はね、えっ、ー、と、少し違った経路の話ですが、うん、まあでも、広報というか、そういうね、はい、団体のね、組織の世間に対するアプローチの仕方みたいなところで、少し、うんえー、あんま悪い例という感じになっちゃいましたけれども、アプローチを見ていったということになります。ということで、今日のジャーナル、以上になります。はい、もうすぐ登録も1000までいきますので、RMC チャンネル、はい、ぜひとも。はい、皆さん、はい、いいねボタンもお願いします。よろしくお願いします。チャ,チャンネル登録もはい。 私はテーマを見つけてジャーナルは続けていきますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。